っていたよ。外は寒かったろう。さあさあ、早く中に入りたまえ。さて、君と会うのは君の入社以来になるかな。改めて我がナムコプロへようこそ。私がこの事務所の社長、高木純次郎だ。そしてこちらがナムコプロの事務員、音無小鳥です。私はつい最近も何度かお会いしましたよね。うん、それでは挨拶も済んだことだし、早速君に事例を伝えよう。ではのほん、今日から君を我がナムコプロの正式なプロデューサーに任命する。うちに所属するアイドルたちは皆個性的で様々な魅力を秘めた原石だ。君の手で彼女たちの才能を磨き、アイドルの頂点に導いてやってくれたまえ。正式な就任おめでとうございます、プロデューサーさん。うん、よろしく頼むよ。ナムコプロの未来は君の肩にかかっているぞ。いや、そんなことはないぞ。本当に文字通り君が頼りなのだよ。実は我がナムコプロのアイドルたちはデビューしたものの、今一つ伸び悩んでいてね、なかなか結果が出せずにいるんだよ。そこでパフォーマンスの向上を目指して彼女たちに強化合宿を行ってもらっているというのが今の状況だ。そんなわけで君にも入社早々研修を兼ねて合宿に参加してもらっていたのだよ。そうそう、彼女たちとの共同生活はどうだったかな。ちゃんと親交を深めることはできたかね。それは結構。アイドルからの信頼なくしてはプロデューサーは務まらないからね。ともあれ、個々のスキルアップだけでは現状の打破は困難だ。そこで今後はしっかりしたプロデューサーをつけて彼女たちの躍進を目指そうというわけなんだよ。では早速君が担当するアイドルを選んでもらおう。いずれは全アイドルを担当してもらうつもりだが、まずは一人を担当して仕事の感覚をつかむといい。私もいろいろサポートさせていただきますから安心してくださいね、プロデューサーさん。うん、では最初にプロデュースするアイドルを一人選んでくれたまえ。水瀬伊織くんか。
彼女は名家のお嬢様でね、強気なところもあるが面倒見がいい、しっかりとした女の子だよ。彼女には一足先に合宿を切り上げて事務所に戻ってくるよう私から連絡しておこう。誰かと思ったらあんただったのね。私の顔がよっぽど見たかったのかしら。もちろんトップアイドルよ。何もかも持った才色兼備のアイドルになりたいわ。今までの生活で苦労してきた分、この活動で一気に鬱憤を晴らしてやるんだから。って言ってもそういうのじゃないわよ。家の中での立場っていうかポジションっていうか、水瀬家の人間はたとえ学生でも将来のビジョンがないと低く見られるのよ。それでアイドルになろうと思ったわけ。って言ってもそれはきっかけに過ぎないわ。別に家族のためにアイドルするわけじゃないし、とにかく私は私だけのものが欲しいの。私だけの輝きが、栄光が、仲間が、そういうものがあって初めて大きな顔をできるじゃない。でないとずっと謙虚にしてなきゃいけないし。そんなことないわ。これでもセーブしてるんだから。なんてけなげなイオリちゃん、このままじゃ済まさないんだから。そうね、今は私の活動にこれっぽっちも興味持ってないみたいだけど、見方を変えさせてやりたいわ。アイドルって素晴らしいものよね。それを分からせたいの。この私が本気で目指そうと思ったものなんだから。さて、これからあんたには馬車馬のように働いてもらうけど、となると達成した時のご褒美も必要よね。とりあえず私を水瀬家も認めるアイドルにできたら、新水瀬家へ招待してあげるわ。そうよ、どんな豪邸か見たかったらしっかりプロデュースしなさいよね。まあそこまで行くのは随分先だと思うけど、いつか私水瀬財閥より有名になりたいの。担当アイドルとの挨拶は済んだようだね。ではいよいよプロデュースを開始してもらおう。実は来週ライブを計画しているのだが、その成果を上げるために今週は営業をしてもらいたい。その通り、営業やレッスンはライブにとても良い効果をもたらすのだよ。詳しい説明は、おとなしくお願いできるかな。はい、では今から営業&レッスンについて詳しく説明しますから、よく聞いていてくださいね。営業やレッスンを行うと、ライブで有効なブーストを獲得することができます。ブーストの効果や条件はこちらの小鳥特製ブーストの心得書をご確認ください。私のメモは事務所メニューのその他の小鳥メモで確認できますので、わからないことがあれば見てくださいね。それでは早速
営業&レッスンを選んでみてください。今回は初めてなので、初めてのお仕事を選んでください。初めてのお仕事をすると、次の週からブーストが発生して、ライブで獲得できるマニーが増えるんですよ。選んだら×ボタンで戻ってくださいね。はい、無事に選べましたね。お仕事を選択した後、出発を選ぶことでお仕事に出発することができます。それでは初めてのお仕事頑張ってくださいね。どの食べ物も安っぽいわね。それで超 S 級の私が食レポするなら、どれがおすすめなわけ？なかなか美味しそうじゃないの。いいわ、じきじきにレポートしてあげる。結構いけるじゃない。世の中には意外な料理があるのね。プロデューサー、今週大丈夫よ。私は車が迎えに来るんだから、あんたこそ帰り道で変なもの踏まないようにね。お帰りなさい、プロデューサーさん。初めてのお仕事はどうでしたか？よかった。これから大変だとは思いますけど、よろしくお願いします。それから営業やレッスンで獲得したブーストは、来週からスキル一覧で確認できるので活用してください。やあ、遅くまでご苦労様。今週は適当なところで切り上げてゆっくり休んでくれたまえ。伝えてある通り、来週はいよいよアイドルの醍醐味ライブを開催してもらおうと思っているからね。大仕事になるから、しっかりと英気を養って来週に備えてくれたまえよ。
今朝の調子はどうかな？それは結構。では先週に伝えた通り、今週はライブを開催してもらいたい。がその前に本格的なアイドル活動を開始ということで、まずは我がナムコプロのアイドルがアイドルとして活動するための名前、ユニット名を決めてもらおうと思う。もちろんですよ、プロデューサーさん。ユニット名は後でセッティングのユニット選択画面から変えることもできます。ですから気軽な気持ちで決めてもらって全然問題ないです。ほう、なかなかいい名前じゃ。ではライブを開催してくれたまえ。詳しい説明はおとなしくん頼んだよ。はい社長、お任せください。いよいよライブですね。どんなステージになるのかすっごく楽しみです。それじゃあ今からライブを行うための手順をご説明します。よく聞いていてくださいね、プロデューサーさん。アイドルにとってライブはとっても重要なお仕事になります。アイドルはライブを行うことでファンが増えたり成長したりして輝いていくんですよ。それにアイドル活動に必要な運営資金、マニーも得られるんです。マニーは天下の回り物ですから。では早速メニューのライブを選択してください。準備はできましたか？それでは先週と同じように出発を選んでください。お疲れ様です、プロデューサーさん。だって初めてのライブですから気になってこっそりついてきちゃいました。それにちょちょちょーん、社長から衣装やアクセサリーを預かってきたんですよ。ライブが成功するようにバッチリコーディネートを決めてあげてください。
OK ですか？ではライブのご説明をしますね。というわけでこちら、小鳥金星のライブ指南書です。衣装はお渡ししたし、ライブのご説明もしたし、あと他にも何かあった気が…あ、そうだ！楽曲はみんなが合宿で練習していた曲を社長が用意しておいてくれたので、ご安心ください。それでは楽曲を決めてください。その前にリハーサルをしていきませんか？はい、イメージもつかめますし、タイミングの調整もできますから、詳しいことはこちらの資料でわかると思います。確認しておいてくださいね。どうでしょう？リハーサル試してみます？それでは先ほどの資料に習ってやってみてくださいね。軽い気持ちで大丈夫ですから。リハーサルは事務所メニューのその他のオプションからでもできますので、調子が悪い時は試してみてくださいね。それではライブを始めちゃいましょう。ライブスタートを選択することで始められます。頑張ってくださいね、プロデューサーさん。私の新曲特別に聴かせてあげるわ。と始まるストーリー、好きな夢描いたら本当の自分探しに行こう。終わらないストーリー、どんな日も乗り越えて、まっすぐ進もう。
私の声が聞き足りないんじゃ仕方ないわよね。これが終わるまで返さないんだから。始まるストーリー、好きな夢描いたら本当の自分探しに行こう。終わらないストーリー、どんな日も乗り越えてまっすぐ進もう。みんな信じて I can do it now。プロデューサー、今週もご苦労様。先に帰るわね。大丈夫よ、私は車が迎えに来るんだから。あんたこそ帰り道で変なもの踏まないようにね。ご苦労様、今週のライブは素晴らしかった。君のプロデューサーとしての可能性を確信できたよ。他のアイドルたちも自信を持って君に任せることができそうだ。そこで来週からは我がナムコプロが誇るアイドル全員に合宿所から事務所へ戻ってきてもらおうと思う。またこの事務所でアイドルたちが輝いていく姿を見られると思うと私も心が沸き立つようだよ。だがもちろん13人全員を今すぐプロデュースしてもらいたいわけではないから安心してくれたまえ。君の経験や実績を私が見極め徐々に担当アイドルを増やしてもらおうと思っている。だから今はその時のためみんなに目を配ることだけ忘れないようにな。いい返事だ、実に頼もしい。この分なら追いつける可能性はあるかもしれないな。とはいえ彼女は
遥か先を進んでいるが、実は我がナムコプロには密かにライバルと目している一人のアイドルがいるのだよ。その名はシーカ。所属はライバル事務所の黒いプロだ。シーカ君がデビューしたのはごく最近だが、メキメキと頭角を現し、実力はもはやトップクラスと噂されている。それには理由がある。彼女は日本育ちではないのだよ。日本人ではあるが、育った国はオーストリアだ。遠方からはるばる来てアイドルになったのだから、誰も知らなかったのも無理はない。ああ、相当な才能の上に音楽の経験も豊富らしい。しかし彼女も同じアイドルという土俵に立つものだ。いつかシーカ君に追いつき、そして追い越せるように、ぜひとも頑張ってくれたまえ。